どうもこんにちは、松井塾の松井です。本日は大学受験の現代文、小論文などの書き方についてちょっとお話ししていきましょう。ただ、大学受験の、基本の基本をやる場合に対して、どういうことをやっていかないといけないですかってことなんですが、まず大学受験の現代文を解くにしても、小論文を解く前にしても一緒なんですけど、まず基本を押さえる必要性がありますよと。じゃあ基本って何ですかっていうことになってくるんですけど、大学受験の入試問題は大学が作ってるというところがポイントになります。何言っとんねんっていう話になりますね。何を言ってるんだお前はっていう話になるかもしれませんが、まず大学受験で、入試問題を解くときには必ずステークホルダーについて考えましょうという形になります。よろしいですか？ステークホルダーって何ですかって、私もよく横文字最近使うようになって非常に申し訳ないんですが、利害関係という形になります。利害がどういうふうな考え方になってますかというふうな形になってるのが大事になってきますということになります。いいですか？いいですか？だから、その大学受験をするときには、大学側の要するに主張っていうのを我々は聞く必要性があるわけなんです。いいですね。大学側がどういうふうに思ってますか？どういうふうな利害が発生していますかということを考えましょうねっていうことになります。で、皆さん考えてほしいんですが、例えば、入試問題が出ましたと、現代文が例えば出ましたってなったとしますよね。で、現代文の入試問題が出ました。はい、内容が、大学って必要ですか否ですか、こういう問題が仮に出されたとしましょう。いいですか？大学って必要ですか必要ないですかっていう問題が現代文に出されたとしましょう。いいですか？じゃあ私が例えば普通に書きましたっていうふうになりますよね。大学は必要ありませんっていう問題の答えになるかで、なるわけないんですよ。なるわけないんですよ。そんなバカな問題出してくるわけないんです。で、これはなんでですかって言ったら、ステークホルダー、利害関係が発生してるからだよということになります。わかりますか？大学を入試して、大学ってこんなに素晴らしいところだよ。大学で勉強したらこういうようなことになるんだよ。まあ、例えば所得が増えるんだよとかね。まあ、いろんなデータあるんですよ。いろんなデータを持ってきて、捏造されようが何しようが、どんなデータを持ってきても、必ず言うのが、この利害関係という形になるわけです。いいですか？大学受験をする生徒たちに対してですね、大学の意味はありませんなんて答え出るわけないんです。だって自分たち大学だもん。大学機関は大学が必要だと思ってる。ね。もしくは必要じゃないと思ってても、大学で雇用されている人の人数を守らないとね。雇用を守らないといけない。そこにお金が入ってくる。この体制を守らなければいけないんです。いいですか？いいか悪いかじゃないです。いいか悪いかじゃないです。大学っていうのは、大学に受験生集めてきてお金を儲けるわけです。いいですか？お金を儲けるわけです。で、大学他の会社から企業協賛とかいろいろもらったりして、で、研究開発を行っていくのが大学なんです。その大学機関はですね、入試問題で大学は必要ですか否ですかって言って、必要ありませんっていう結論になるわけないんです。わかりますか？わかりますか？だから、大学受験をするとき、まあ、これはもう就職活動でも一緒のことになるんですけれども、就職活動をするときでも、大学受験をするときでも一緒なんですけども、その会社が一体何をしているかっていうことが大事になってます。で、自分たちの組織を否定するようなことを書くわけないんです。いいですか？これしっかり覚えておいてくださいね。自分たちの組織を否定するようなことは書かないんです。仮にそれが事実であったとしても書くわけないんです。だから、大学受験をするときには必ず覚えておいてください。大学っていうのはどういう利害関係があるんですかっていうことです。ね。文学部の要するに入試問題で文学を学ぶ大切さみたいなのが文章に出てきたら文学部必要って書くに決まってるんですよ。文学部なんか別にいらんやんっていうのを文学部で書いてきたら文学部潰されてまうやろって話になるんです。わかります？ここ。ここ大丈夫ですか？ね。トヨタ自動車っていう会社がありましたって言ったら自動車の素晴らしさを売り込まないとダメでしょ。こうやって旅行に行けてみんなで家族でワイワイとできるんだよ。ほら、自動車楽しいんだよって言って売りつけるわけでしょ？売りつけるって言うと非常にもう語弊があるかもしれませんが、そうやって売るわけですよ。当たり前のことじゃないですか。いやー、自動車を買ったらですね、まあ、いろんな要するに車両税とかいろんな税金がかかって、まあ実際またタクシー使った方が楽じゃないですかねとか言うわけないですよ。それは言うわけないでしょ。だからポイントになるのはそこで、電車の会社だったら電車が素晴らしいってことを言う。で、自分の製品を売りつける。で、売りつけるっていうのは悪いことじゃないですよ。
ですか。あの、売りつけるって表現をわざわざ使ってるのは、わからない人たちがいるんで、一応こんな表現の仕方してますけど、例えば要するに小田急だったら小田急。ね。都営新宿線だったら都営新宿線の素晴らしさを自分たちがアピールしてくる。決まってるんですよ。いや、車よりも電車の方がいいよ。電車の方がいいよって。だってほら、こんなにコスト安いんだよ。ね。で、電車じゃなくて車だったらどうなるか。ほら、こんなに車って便利だよ。言うに決まってるわけです。大学受験でも一緒です。いいですか？正しいことを書くんじゃなくて、大学受験をするにかかったら、ステークホルダーがありますよってこと。ステークホルダーが。利害関係がありますよ。じゃあ、大学受験するときの大学の利害関係って何って言ったら、大学の必要性っていう問題が出てきた場合に関しては、必ず必要だって答えになるでしょ。わかります？わかります？だから、誰が相手ですかっていうことを言うんです。ね。誰が相手ですかって話。ね、自分たちの組織で自分たちの組織の否定ばっかりするようなわけのわからん組織っていうのは基本的にはないわけです。いいですか？自分たちの組織を要するにいかに守るかっていうことが大事になってくるわけだから、このステークホルダー利害関係があるよねって、じゃあ大学にとってこの研究してるよね、じゃあこの研究について悪いこと言うわけないよねっていう頭をしっかりと持っておいてください。いいですか？相手の立場に立って考えることが大事です。いいですか？現代文では常に一緒です。現代文ではそもそもそういうもんです。相手の立場に立って考える。相手はこれが、要するに否定されると嫌がるよねってことだよ。ね。こっちとこっち、真実を見出す討論じゃないんですよ。真実を見出すための討論を今やってるわけじゃないんですよ。相手の立場に立って考えたときに、相手はどういうことをやられると嫌がりますかということになるんです。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。